えまず後藤真希さんあの9月23日にお誕生日を迎えられたということで <laughs>、はい、おめでとうございますありがとうございますありがとうございます <laughs> いやセンター編集長ビストにもね後藤さんも登場されてさらに華やかになりましたねはい、はい、もう本当にもうお会いするたびにも絶対言葉に出してしまうんですけれど <laughs> 本当にもう もう見ての通りのこの美しさ、本当に肌がもう透明感があってもう毛穴が本当、見当たらないんですよね。<laughs> <laughs> ねあの本日はあのー、私が後藤さんのいろんなスキンケアの美の秘密を伺おうと思います、はい、後藤さん、ご自身塗り方とかで気をつけてらっしゃることってあったりしますかやはりこう 擦らないい保湿と言いますかこう自分のお顔をあの絹のお豆腐だと思って本当にこすらないようにしているんですよね。というのもやっぱりこう13歳の頃からこのまあ芸能界でお仕事させてもらっていてこうメイクをしたりとかする機会が多かった分まあ自己流のメイク落としをやっぱ子どもの時にやっている時にやっぱこすってしまって。 目の周りがこうくすんでしまったりとかあと口の周りがくすんでしまったりとかやっぱそういうのが本当に反省部分だなと思うので最近はもう本当にこすらないようにこすらないようにっていうそういう塗り方でやらせてもらってますお豆腐タッチお豆腐タッチ <laughs> これすごいわかりやすいです <laughs> 絹のお豆腐タッチ絹のお豆腐 <laughs> 私も実践しますモーニング娘。世代としてはですねもうめちゃくちゃ年々お綺麗になられて いらっ感じるんですけどもその美肌を保ち、ね、続けるためにです、ねはい、後藤さんが今注目しているスキンケアトレンドなどありましたら教えていただけますでしょうか、うん、そうですね私以前もヘパトリートさんのイベントに出させていただいたときにだろう注目トレンド的なコスメというかスキンケアのことを質問さあのくださったんですけど私、トレンドをそんなに。 あまり意識をしていなくてというのもやっぱり自分がこう使っていて気に入ったものを長くこう愛用していくっていうスタイルだったりするので多分ここにいる皆様の中にもそういう方もいらっしゃると思うんですけどやっぱり自分の肌に合ったものをちゃんと見つけるっていうことがまあ自分のトレンドというかそういう形になっていくのかなと思ってます。ありがとうううございいますそういう意味ではヘパトトリートクローのブランドは、はい 後藤巻さんにとってお肌に合いますでしょうかめちゃくちゃ合いますもう本当に朝晩使っています,、うん、すお気に入りのポイントを あの日常使いいされる中でお気に入りのポイントはございますかあのちょっと保湿したいなっていう時にも使えますしもう全体的にちゃんと保湿したいっていう時も使えるっていう自分の使い方がいろんな幅が出るというか、まあ、そういう形で例えば寝る前にこう目の周り目尻ら辺がやっぱりこう乾燥しちゃうなっていう時は重ね付けで美容液をちょっとだけ塗ってあげたりとかそういうふうにも使えるのでなんか多分。 今後もこの冬もお世話になるかなと思ってます。はい。ありがとうございます。もこの今回のですねヘパトリートはですね忙しい後藤真まさんもですね日々の中でですね顔簡単にスキンケアを使っていただけてるのかなというところが特徴かと思うんですけども、はい、日々もう日々お忙しいごとうまきさんがですねリフレッシュするためにですね心がけている何かことはございましたでしょうか。 リフレッシュはやっぱり自分の楽しい時間をちゃんと作ってあげることがリフレッシュにつながるのかなと思うんですけど例えば自分ですとあのネットショッピングだったりとかしてお洋服だったりコスメだったりとかそういうものをショッピングして届くまでも楽しいですしこう届,く、まあ、届いた後にどうやってそれを着こなしていくかとかどうやって使っていこうかっていうところでも楽しみが増えるのでなんかそういうところでの リフレッシュが必要かなと自分では思っていますありがとうございます、えー、さて10月に入りですねすっかりあの秋になってまいりましたが、はい、お父さんにとってですねズバリ何の秋でございますでしょうかそうですねズバリ何というわけでしょう私でもあの食べるのが大好きなんですよ なので秋って栄養価の高い食べ物がたくさんあるじゃないですか、なのであの外からのケアも大事だと思うんですけども内からのケアも栄養価のあるものでしていけたらなと思ってます。はい、ありがとうございますヘパトリートも <laughs> あの秋に 使えそうですかね。<laughs> 使いますよあ。ありがとうございます。はい、はい。まあ、そういったえっ、ー、とごと牧さんなんですけども、はい、毎年欠かせない秋の習慣とかですね。ましてこの秋にですね挑戦してみたいことなどあったら。 そうですね、あのー、挑戦してみたいことはやっぱりこう夏、浴びてしまった紫外線で肌がゴワゴワするとか、あのーまあ、角質が硬くなってしまいがちだと思うので、まあ、ちゃんとこうピーリング作用のあるようなもので肌をこう生まれ変わらせてあげてからの保湿をちゃんとしていけたらなと思っています、うん、ありがとうございます。はい え代表質問以上になります。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。代表質問ご対応いただきありがとうございました。ありがとうございます。またお元に温